ウナザーノリアキはアメリカ在住の日本の柔道家。海外ではノリブナサワとしても知られる。1972ミュンヘンオリンピックの米国のコーチ。1975年世界柔道選手権大会における米国チームのコーチ。柔道、柔術リサーチャー、武道の歴史研究家や作家、スポーツジャーナリスト、俳優、ファイトコリオグラファー、脚本コンサルタントとしても活動した。 1979年アメリカで柔道ジャーナル社を立ち上げ、後にアメリカが衆国国籍を取得する。同年から2008年まで英語版武道専門誌、柔道柔術プリファイティングジャーナルを発刊する。柔道、柔術、相撲、BJJ、MMA のタプロ格闘技ニュースをカバー。その間、柔道家、前田高生の人生を描いた本。 ザタフェストマンフーエバーリブル、lived, 日本語タイトル、史上最強の男を2007年にアメリカで出版。2019年、ハリウッド大手プロダクションとの間でこの本の映画化が決定と同時にこの映画のスクリプトコンサルタントとアクションコリオグラファーも兼任する。また2000年には、前田高生の戦術、戦法をベースにした、新武道流派、ブナサワ・柔らけんンを創設する。 浦和市出身。浦和市立高校在学中柔道指導者がいなかったため、早稲田大学柔道部の練習に参加、技術と技を磨く。高校3年の時、県高校柔道選手権大会で、中了級を制覇し優勝する、インターハイではベスト8に進出した。その後、大沢吉美、海外では木村雅彦に支持する。1966年早稲田大学に入学し、 柔道部に所属する。専門は、社会学、1970年社会科学部の学士号を取得し卒業する。この間、東京学生柔道体重別選手権大会でマイナス7 0キログラム軽量級を制覇し優勝。1969年、全日本選抜柔道体重別選手権大会。 およびメキシコ式世界選手権大会予選においてマイナス70キログラム軽量級で世界チャンピオンの港谷博士、松田白文、アジアチャンピオンの山崎スケジローと戦い、校舎の二人選手を破り準優勝を飾る。1975年、オートモビルタイクーンのウィラード・ロバートソンが設立した総工費600万ドルをかけて設計されたアーカンソー州に所在する。 一番スポーツセンターに主席柔道師範として迎えられる。このスポーツセンターは当時としては全米最高峰の設備の整ったスポーツ施設であった。1978年のリブナサワは英語専門誌、柔道ジャーナル社を米国で設立、同年6月に初版が発行された。初期は柔道専門誌であったが1990年代頃から、 対等してきたブラジリアン柔術米、スの総合格闘技の影響もあり、柔道のほか、BJJ、相撲、空手、キックボクシングなどすべてのプロファイトをカバーする専門誌となり紙面タイトルも、柔道、柔術プロファイティングジャーナルに変更する。最終版は2006年4月号となった。前が後生の生涯を描いた、歴史小説、日本語版、タイトル、 史上最強の男から発刊予定のストーリーは最初、受動ジャーナルの連載シリーズ、三よ前田として1995年にスタートした。このシリーズは大好評は、串後に、ノリブナザワとジョン・マリーの協調として2007年に、英語版タイトル、ザタフェスト・マン・フーエバー・リブルの限定版として初版が発行された。現在4回目の出版となっている。 ありがとうございます。